クヨです。アオイだぜ。前に実際に出てきた食べ物がメニューの写真とあまりにもかけ離れてて、炎上した飲食店の話があったよね。ああいう写真詐欺っぽい話って未だになくならないんだよな。写真と全然違うもの出てきたらショック大きいよね。今は SNS ですぐ広まって炎上リスクも高まるから店にとってもマイナスでしかないんだけどな。どれくらい詐欺なのか見てみたいわ。じゃあ今回は写真詐欺で大炎上した事件を紹介していくから写真を見て忌憚のない意見を聞かせてくれ。わかったわ。最初に紹介する写真詐欺の現場はクリスマスマーケットだ。クリスマスマーケット？クリスマスマーケットとはドイツやオーストリアなどヨーロッパの都市で行われる伝統的なイベントなんだ。へえ、そんなイベントがあるのね。広場の中心に大きなクリスマスツリーが飾られ、その周りに温かい飲み物や土産物などを売る店がたくさん出て多くの人で賑わうんだ。飲みの市みたいな感じかな。想像してワクワクしちゃうわ。そんなクリスマスマーケットが近年日本でも開かれるようになっているんだ。素敵じゃない？日本人ももっとクリスマスを楽しむべきなのよ。クリスマスマーケットは日本各地で開かれているんだが中でも最大級と言われているのが東京クリスマスマーケットなんだ。どこでやってるの？日比谷公園だ。開催されるようになって10年以上の歴史があり、毎年20万人を超える来場者を集めるビッグイベントなんだ。都会のオアシスで開かれるクリスマスイベントなんて素敵ね。2023年は日比谷公園リニューアルの関係で神宮外苑で開かれることになったんだ。開催期間は11月23日から12月25日までのおよそ1ヶ月だ。盛り上がるわねー。毎日通っちゃうかも。入場料は1000円だ。いろいろ忙しいし毎日は無理かな。これはそんな東京クリスマスマーケット2023イメージ神宮外苑を訪れたある人が X に投稿した写真だ。どれどれ？これだ。シンプルなソーセージね。補足すると左側の写真がショップの前に貼られていたメニューの写真で、右がこのメニューを注文した X ユーザーさんが受け取った商品の内容だ。お店の人が間違えたんじゃないの？メニューの写真には色や大きさの違うソーセージが5種類並んでいる。本場ドイツの味なのかしら？こんがり焼けてて美味しそうね。ハングルと中国語っぽい表記のところに何やら白い紙が貼ってあるのが少々気になるけどな。なんだろうね。何が書いてあったのかな？その上に5カインズオブソーセージと書いてあるので、多分5種類のソーセージという意味になる何かが書かれていたんだろう。5だね。そしてこちらが投稿者さんのお食事風景だ。どう見ても全部同じ種類だよね。しかもソーセージは冷えてしまっていたらしい。その場で焼いてるわけじゃないのかな。お客を待たせないように焼いてストックしておいたものが冷めてしまったのかな。寒い時期だしクリスマスイベントあるあるかもしれないな。でもこれならスーパーでソーセージ買ってうちで焼いて食べた方が良かったかも、って思っちゃうよ。やっぱりそう思うよな。この投稿は数日で閲覧回数400万以上にもなりさすがにひどい。残飯では？といったコメントが数多く寄せられるようになったんだ。1000円あればいつもはちょっと買うのを躊躇するシャウエッセンガニ袋余裕で買えるじゃん。他のソーセージよりちょっと高めなんだよな。アルトバイエルンもコークンも美味しいんだけどシャウエッセンってなんとなく特別感があるのよね。このつぶやきを見て後日東京クリスマスマーケットに実際に足を運んだライターさんによれば、この店のメニューは投稿者さんが投稿したままの状態だったそうだ。注文してみたのかな？その時の写真がこちらだ。ん？私疲れてるのかな？7本に見えるよ。7本あるからな。下にあるのはポテト？そのようだな。でもやっぱり5種盛りじゃないよね。形がちょっと違うような気もするけど。全部同じソーセージじゃない？っていうかもうこれ全部シャウエッセンに見えてきたよ。さすがにそれはないと思うがシャウエッセンはうまいよな。どう考えてもやっぱり炎上案件だよ。結局写真と現物にギャップありすぎてみんな戸惑うよ。こういうイベントでは屋外など慣れない場所で調理しなければいけなかったり、食材の調達が間に合わなかったりして出店側は何かと苦労が多いと聞いたことがある。この店も何かの事情で出したくても出せなかったのかもしれないな。確かにそれはあるかもね。だが一方で、こういう楽しいイベントに水を差したくない。と少々のことは我慢してしまう来場者も多いはずだ。客が文句を言わないからと言っていい加減な。料理を出していいということにはならない。メニューの写真を差し替えたりできない事情が、あるのかもしれないが文句言ってくる客がいたら返金すればいいとか、考えてるなら大問題だと思うんだ。そうだよ。クリスマスを楽しもうとする人たちの足元を見てはいけないよ。今後もこうしたイベントは日本各地で開かれると思うので、
主催者も出展者も原点に立ち返ってもう一度よく考えてもらいたいよな。イベント楽しみにしてる人たちを裏切らないでほしいよね。次に紹介する写真詐欺の現場はホロライブだ。ホロライブって人気 VTuber が出演してるあのチャンネルのこと？ホロライブは多くの女性 VTuber が所属しているグループだ。ゲーム実況など生配信を行う。美少女系 VTuber がたくさん所属しているバーチャル世界のアイドルグループだな。さすがにバーチャルの世界で写真詐欺はないでしょう？さすがに、と言いたいところだが現実にはいろいろ起きているようだ。そうなの？今回取り上げたいのは2024年3月16日と17日に幕張メッセで行われた、ホロライブスーパーエキスポ2024での一コマだ。さすがホロライブね。イベントもビッグだわ。イベント会場にはフードブースも設けられていて、VTuber たちのカードやコースター、ランチョンマットなどのおまけがついたお弁当が売られていたんだ。いわゆるフェス飯ってやつだな。うわぁ、すごい人だね。フェスに行ったらフェス飯は欠かせないよね。こういうイベントのメニューは多少割高になるものだ。それに人気イベントとなると、来場者数も半端ないし店側もてんてこまいで盛り付けが少々乱れることもある。ファンはそんなこと100も承知だと思うんだが、現場ではさすがにこれはちょっと、ということが起きてしまっていたようだ。どんな？例えばある来場者さんがご自身の X に投稿した写真がこれだ。お？なんだこれ？そしてイベントの公式サイトに載っていた弁当の写真がこれだ。何かが違うような、あ、ピーマンの肉詰めがない。そうなんだ。メインのおかずが入ってなかったんだ。これがバーチャルと現実の違いなのか。ちょっと寂しいね。イベントの公式サイトにも17時30以降にフードドリンクを、お受け取りになったお客様へのお詫びとお知らせという案内が載っていた。フードブースで販売した商品に不備があり申し出れば返金に応じるとのことで、お問い合わせフォームなども用意されていたぞ。うわぁ、大型イベントあるあるだね。この X の投稿者さんは閉館ギリギリだったのでやむを得ないと感じたようだ。投稿内容も怒っているとか炎上を誘うようなものではなく、楽しみにしていたイベントで、長時間待ってやっと手に入れた弁当を開けてちょっとがっかりしちゃったよ。的な感じだったんだと思うんだ。でもあの写真見て、いくら推しのグッズ付きだとはいえ1500円ってどうなのよ？って思っちゃう人はきっと大勢いるよね。そうなんだよな。来場したファンの多くは弁当の方がおまけですから。と一定の理解を示しているんだが最近は SNS の普及でこういう写真だけが一人歩きしてしまいがちだ。特にファンでもないしイベントに行くつもりのない人からすれば、ぼったくりじゃんってことになるよな。炎上しちゃうね。このイベントではこの他にもホロライブの公式チャンネルが当日の様子をレポートして、動画配信していたんだが、その中に映り込んだ弁当に驚きの声が寄せられていたんだ。公式チャンネルのレポートで？で、それは忙しくて弁当の提供が間に合わなかったとかそういうことじゃないよね？これがぼったくりなのか写真詐欺なのかについては意見が分かれるところだと思うんだが。どんな写真だったの？まずイベントの公式サイトに載っていた弁当の写真がこちらだ。へえ、おしゃれでヘルシーな感じじゃない？そしてレポート動画に映り込んだ弁当がこちらだ。おお、真っ白パスタ。味はかなりイケてるらしい。気のせいか色味が少し少ないような。弁当の内容は出汁醤油和風パスタとかぼちゃ、ハム、小松菜となっているが、ハムと小松菜が見えないのでかなりあっさりした見た目になっているな。見えないっていうか入ってないんじゃない？もちろんこういうイベントで食事を提供するのはすごく大変なことだってわかってるつもりだ。ファンの人たちもイベントに参加できたことで大満足だろうし、おまけがお目当てで弁当はついでみたいな感覚なんだろう。その熱い気持ちに水を差すつもりはない。だよね。だがさすがにこれは、もうちょっとなんとかなったんじゃないかって残念な気持ちになってしまうんだ。ファンの人たちの思いを踏みにじってる気がするよ。ファンの人たちは決して腹を立てたり返金を望んだりしてるわけじゃないと思うんだ。こういうのもいい思い出になるはずだし。だからこういう写真を投稿したいとも。弁当を開けた時のやるせない気持ちを誰かに伝えたいってことなんじゃないかな。主催者や運営に携わる人たちはファンの人たちの熱い思いに甘えすぎだよ。今回しょぼい弁当に当たってしまった人たちも、がっかりはしたけど次のイベントも行くぞ。って思ってると思う。もちろん返金などの対応も大事だが金返せばいいんだろ？的な感じじゃなくて今後に繋げていってほしいよな。ぜひお願いしたいね。次の写真詐欺疑惑はステーキ黒カリーだ。うわぁ、カレーはダメだよ。話聞いただけでお腹空いちゃうよ。これも巨大イベントで起きた事件なんだ。やっぱりちょいちょいあるんだね。数年前の話になるんだが国内最大のゲーム見本市東京ゲームショー2017での出来事を紹介していくぞ。
東京ゲームショウも確か幕張メッセでやってるんじゃなかったっけ？そうだな。1996年までは東京ビッグサイトを拠点に行われていたんだが来場者の増加に伴い、97年以降は幕張メッセで開催されることになったんだ。コスプレとかも盛んで海外から見に来る人も多いんだよね。4日間の開催期間に延べ25万人もの来場者が押し寄せたというからな。すごいなぁ。さすが東京ゲームショウだね。会場には様々なブースや展示の他に食事ができるフードコーナーも設けられていたんだ。ラーメンとかお好み焼きとか海鮮丼とか15店舗が軒を連ねていてかなりの賑わいを見せていた。嫌な予感しかしないよ。問題となったのはステーキクロカリーというメニューを提供していた店だ。カレーは絶対エースだよね。こちらが公式サイトに載っていた写真だ。うわ美味しそう。極上クロカリーとこんがり焼き目のついたステーキの組み合わせでお値段1500円だ。これ絶対食べたいよ。そしてこのクロカリーを注文したとある来場者さんの投稿がこちらだ。あれ？お肉が牛丼のお肉みたいよ。1500円だ。別のお店のカレーなんじゃないの？いや間違いではない。だが投稿者さんもあれ？と思ったみたいだな。まあこれはこれで美味しそうではあるけど、ステーキじゃないよね。もう笑うしかないよな。うわぁこれ出てきたらしばらく立ち直れないかも。SNS でつぶやきたくなる気持ちよくわかるよ。投稿者さん自身は腹を立てて投稿したわけではなさそうだ。メニューの写真とあまりにも違いすぎて戸惑っただけなんだと思うぞ。ちゃんとカレーに見えるしお肉も乗っかってるし、カレーとしては問題ないと思うけど。メニューの写真のステーキが立派だから落差大きいよね。こちらの黒カリーについては会場の様子を取材した記事でも紹介されていたんだ。時間帯によってはちゃんとステーキが出てくるのかな。その紹介記事に載っていた写真がこれだ。お肉に厚みがあるしカレーもたっぷり注がれてるね。これなら満足感あるのかな。炭火焼きっぽい焼き目はついてないが、まあ最初はこんな感じだったのかもしれないな。だが何かが起きていつの間にか厚切りではない肉が使われるようになってしまったんだろう。こういうイベントで焼きたて熱々って難しいのかな。この飲食ブースを運営していた会社にはかなり問い合わせが来たらしいんだ。そうなの？運営側は最終日にステーキ肉が欠品してしまい、別のブースで提供していた薄切りロース肉を代用したと回答している。同じブランド押し出し問題ないだろうと思っていたそうだ。忙しくてお客さんに説明する時間もなかったのかな。ちょっと残念だよね。少しでも利益を上げるため食材を余らせないよう仕入れるのが、こういうイベントのセオリーなのかもしれないが、もうちょっと考えてもらいたいよな。短期間の店舗であっても飲食店には変わりない。こういうことが積み重なって、イベントがフードブースを出さなくなる可能性もあるんだから、自分で自分の首を絞めないようふんどし引き締めて頑張ってもらいたいぞ。ふんどし大事だよね。次の写真詐欺疑惑の現場はトレトレ市場だ。トレトレ？トレトレ市場は和歌山県の白浜にある有名観光スポットだ。白浜に来たらここ、というくらい多くの観光客が立ち寄るランドマークとなっているんだ。どこでお土産買ったらいいか迷うこともあるからこういう場所があるとありがたいわ。イベント飯やフェス飯と同じように観光地も食事は割高になりがちだよな。多少はしょうがないよ。現地行かないと食べられないようなものはどうしても高くなっちゃうしね。でも旅先での食事は一番の楽しみだよな。そりゃそうだけど。トレトレ市場は地元の漁業協同組合が運営する施設なんだ。建物の中には大漁旗が飾られていて、活気に溢れており新鮮な魚介類がずらっと並んでいる。一見の価値ありだな。いいなぁ、行ってみたいよ。お土産選びに疲れてお腹が空き観光客が次に向かうのが飲食コーナーだ。待ってました。いろいろなメニューから選ぶことができるので、セルフのフードコートがあるんだが特に丼は人気が高いらしいぞ。うわぁ片っ端から全部食べたいよ。そんな中、ある人の X の投稿が話題になったことがあったんだ。なになに？これだ。お？左がメニューに載っている写真で、右が投稿者さんの食事風景だ。いくらの量が全然違うような気がするんだけど目の錯覚かな。これが許容範囲なのかどうか個人の見解が分かれるところだが、ちょっと少ないんじゃないかと思うんだよな。もともとこれくらいの量なら納得できるけど、メニューの写真にはいくらがなになにと乗っかってるよ。商材写真ではなくここで撮影した写真みたいな感じだし、いくらたっぷりなのが売りの丼なのかなって思うよな。それなのに、いくらの量は半分以下だな。投稿者さんの心境察してあまりあるぞ。野鳥の会の人ならいくらの粒の数数えちゃうと思うな。確かに数えたくなるくらいいくらがまばらだよな。この日はいくらあんまり取れなかったのかな。つくよはいくらって何なのか知ってるのか？ええー、と、
イクラは鮭の卵だ。私はそれほど海産物の産地に詳しいわけではないが、多分地元で採れた海産物ではないと思うぞ。ああ、じゃあこれが普段通りの森なのかな。メニューの上に写真はイメージですと書いてあるので問題ないのかもしれないが、それにしても写真と現物のギャップが激しいとネットで話題になったんだ。そりゃそうだよね。これはひどい、文句言うべき、看板に偽りありすぎ、これで1700円は高い。という声が続々上がったんだ。中には観光地なんてこんなもんだよ。と冷静なコメントをしている人もいたが、ほとんどの人が写真詐欺だと思ったようだな。これはなんとかしてほしいな。地元でもトレトレ市場のフードコートは全体的に値段が高いと思う人が多いようだ。値段はしょうがないのかもしれないけど、せめて写真だけでも現実に近いものに撮り直せばいいのに。そんなことしたら誰も買わなくなるだろう。もうそれ私たちは嘘つきですって言ってるようなもんじゃない？観光地の食事では感動を味わいたいんだよな。市場なら安くて新鮮な魚介にありつけると、勝手にイメージする観光客が悪いのかもしれない。だがこれじゃ感動じゃなくて、がっかりを味わいに行ってるようなもんだからな。そこまで観光客を突き放さなくてもいいんじゃないかな。美味しくてボリューム満点で大満足、また来たい、って思えるような施設になるといいのにね。駐車場はめちゃめちゃ広いらしいぞ。それは安心だね。今回最後に紹介する写真詐欺疑惑の現場はコメダコーヒーだ。コメダってあのコメダ？そうだ。みんな大好きコメダコーヒーだ。コメダに限って写真詐欺なんてあるわけないじゃん。だってあのコメダだよ。だが実はコメダコーヒーにも写真詐欺疑惑があるんだ。世も末だよ。まずはこちらの X の投稿を見てもらいたい。おう？コメダコーヒーでミニコメバスケットというメニューを注文した人の投稿だ。ミニ？これで？ミニといっても通常の飲食店での1食分に近い量がある。ふわふわパンのミックスサンドが2つとジューシーなチキンが2つくらい入ってるのかな。サンドイッチから卵がはみ出しているのがわかると思う。美味しそう。エジから半端ないね。ちなみにこれがコメダコーヒーのメニューに載っているミニコメバスケットの写真だ。メニューの写真の方が控えめなんじゃない？そうだ。コメダコーヒーは多くのメニューにおいて写真より現物の方が量が多いか。または現物の方が多く見える。そのため頼みすぎてもクソく誤ったと嘆く人が続出しているんだ。その驚きを味わいたくてコメダに通う人多いんだよね。これをコメダコーヒーの逆写真詐欺と呼ぶ人も多い。メニューの写真より実物の方がボリュームあるってなかなかないよね。こんな感じでコメダ逆写真詐欺疑惑のメニューはたくさんあるんだが、よく話題に上るメニューをもう一つ紹介しよう。つくよはこちらのクリームソーダを知ってるか？もちろんよ。ブーツ型のグラスが可愛いのよね。実はちょっと飲みにくかったりするんだけど、この可愛さには勝てないわ。そんなクリームソーダにも逆写真詐欺疑惑があるんだ。まさか？こちらの投稿者さんの写真を見てほしい。てかー、こんなのサプライズだよ。メニューの写真と比べるとかなりボリューミーだよな。こんなに食べきれないかも。嬉しい悲鳴ってこういうことなのかな。こちらは他の方が撮影した写真だが、いずれも期待を裏切らない仕上がりだな。すごいね。ソーダ水より多いんじゃない？メニューの写真をよく見てみると、クリームソーダのソフトクリームの量は2回転くらいかな。これでも十分な量で、むしろ多いくらいだと思うんだ。でも実物はこの写真をはるかに超えてくるのね。ソフトクリームといえば大体毎年話題に上るのがかき氷だ。かき氷？追加料金を払えばソフトクリームをトッピングすることができるんだが、このソフトクリームがえげつないことになっているんだ。これ出てきたら笑っちゃうわ。これどうやって食べたらいいの？かき氷が好きな人なら平らげてしまうかもしれないが、食後のデザートとして食べるならミニサイズを選んだ方が良さそうだな。どうしてコメダコーヒーはこんなにデカ盛りをするのかしら。嬉しいけど大丈夫なのかなって心配しちゃうよ。コメダコーヒーの公式サイトにも載っているが、コメダが目指すのは自宅のリビングルームのようなくつろぎなんだそうだ。なるほど。一人でも友達や家族と一緒でも、ゆったりとした時間を過ごすための空間作りが、コメダコーヒーのコンセプトなんだ。だったら提供する料理やデザートもみんなで、シェアできるようなものであるべきでは？というところから、こうしたボリューミーなメニューが次々誕生したんだそうだ。確かに家だったら冷凍ピラフ2人前平らげちゃうもんね。そんなのつくよだけだろう？しまった。調子に乗って余計なことを言ってしまったわ。こうしたコメダの逆写真詐欺事案は SNS で数多く見ることができるんだが、中には冷静な意見もちらほら出ているんだ。炎上しそうなの？そういう感じではなさそうだが、食べきれない、お腹壊しそう、
写真より実物の方が量が多いなんて怖くて注文できないという意見も少なくないんだ。確かに、食べきれるかどうか考えるとありがた迷惑になっちゃうかもね。とはいえコメダコーヒーのメニュー写真越えの料理やデザートを楽しみにしている人が多いのは事実だ。これからも逆写真詐欺で嬉しいサプライズをお願いしたいな。ほどほどでいいからね。はい、というわけで今回は写真詐欺で大炎上した事件を紹介したぞ。ギトギトした炎上騒動を予測していたんだけどそこまでギスギスしてなかったかな。そうだな。経営者も店側もお客にも愛があるんじゃないかと思うんだ。でも何かうまくいかなくてお客の気持ちが置き去りになっちゃうこともあるのね。過去には愛のかけらもない悲惨なグルメイベントもあったからな。食べ物の恨みは怖いんだよ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。